田中康夫君、はい、参議院における統一会派、民主党、新緑風会、国民、新日本の一員であります、新党日本代表、私、田中康雄でございます。通常は国土交通委員として、脱ダム宣言は脱無駄宣言ということで、既得権益と戦い続けておりますが、本日は理事の千葉恵子さん、松岡徹さん、また委員の松野信夫さんのご範囲の下、 法務委員会で質疑に立つ機会を頂戴いたしました。改めて感謝申し上げます。最初に私の立脚点を申し上げます。私は今回の国籍法、いわゆる鍵括弧閉じ改正に疑義があると考えております。そして DNA 鑑定制度を導入するべきであり、そのことを明記すべきであると考えております。実は人権保障を尊重するならば、なおのことこの DNA 鑑定の導入が必要である。こうした立脚点に立ってご質問いたします。 まさに法律の狭間に留め置かれた罪なき子どもを救済せよと第170回国会に提出されたはずの今回の国籍法の一部を改正する法律案は看過しえぬ歌詞を内包しているとこのように考えますすなわち新たに別の罪なき子どもを奈落の底へと突き落とす蓋然性が極めて高い当初から偽装認知奨励法にほかならると懸念されておりました本法案は人身売買促進法 ないしは小児性愛、フィドフェリアと呼ばれますが、小児性愛黙認法と呼びうる危険性をはらんでいると私は思います。たとえ閣議決定しようとも至らなさを改めるにしくはなし、それが考える足であります、私たち人間の目指すべき場所でございまして、U ターンする決断こそ政治であると考えます。手続きも結果がねじれていては成果になりません。 不対決議や不足というものは、これは往々にしてですね、官僚行政の中における単なる恣意的な効力のない裁量行政に陥りがちでございます、今この瞬間も、日本の各地でまっとうに働き、学び、暮らす人々の悲しみや憤りを誇りと希望に変えてこそ、政治でございます、信じられる日本へと向けておかしいことは一緒に変えていこうと、これは私が代表を務める新党日本の決闘の精神でございます。 では、法務大臣の森英介さんにご質問に入らせていただきます。まずはこちらのパネルをご覧くださいませ、あ。お手元の方にも皆様に資料がお渡ししております。これは11月7日付の英国のタイムスという新聞、ご存知のようにガーディアンと並んで英国を代表する日刊新聞でございます。ここに見出しがついております。 Has Kim a と書いいてございます、えー、皆様のお手元のパソコン等でご覧になれるデジタル版のところでは、キム・ジョンウィル、デジタル・トリッカリー、オーラ、アメイジング・リカバリー・フロム・アストロークと書いてございます。これはあの写真はロイター通信の配信でございまして、記事はリチャード・ロイド・ペリー記者が書いております。でこの見出しの意味するところは、また本文はですね、これはデジタル写真の合成なのかと。 それとも脳卒中からの驚異的性感の証しかという皮肉でございますで中にですねよく見てごらんと、えー、足元の影の具合が彼の周囲の同志とは彼だけ違うよとこれはフェイク偽造の写真家いとそれとも北朝鮮の偉大なる上から目線の領主様の場合は我々下々とは異なる影が映るのかとこのように書いてございます森さんのお手元の方にも今資料をカラーでお届けをしております えー、森さんこの写真またこの記事をご覧になってのご感想をまず冒頭にお聞かせください森法務大臣委員長ちょっとですねあの今の委員のそのご質問の趣旨がよく理解できませんしそれからそのその前提となりましたですね本法案についてのそのお 議,議員の議員ですね、それについても、ですね、えーまあ、あの最高裁の判決が示でご判断が示されたところで、その違憲状態をなるべく早く解消するために、法案を国会に提出いたしているところでございまして、現にあの衆議院においては、全会一致で付帯決議を付した上えで、ご賛同をいただいたところでございまして、今、参議院に議論をお願いしております。 この,えー、この写真について、何を申し上げられるんでしょうか田中康夫君。あのこの後私があの、法務省がです、ね、新たに方針としてお出しになっていることを踏まえてでございます。でも森さん、このやはり写真、その他の写真が合成であると、全世界でいろいろなケースで,です、ね、スポーツ観戦をしているところ、これは森さんもおそらくそういうお考えを、ご懸念をお持ちですよね。森法務大臣 この写真が合成の可能性があるんじゃないかというご指摘であるとすればです、ねあの、そうかもしれないなと思います田中康夫君、えーあの。ご存じのようにあの、こちら、皆様ご存じのように、凄惨なです、ね、テロとも呼ばれた事故があったときに、まあ、警察庁、警視庁、あるいは埼玉県警はですね、DNA 鑑定をするというような記事が載っております、で皆様のお手元の方にお配りしました、読売新聞の25日付の夕刊 えー、親子の確認厳格化へと、国籍法改正で偽装認知防止と、法務省は25日、今国会で予定されている法国籍法の改正により、外国籍の女性の子どもに日本国籍を取得させる目的で、日本人男性が偽装認知する事件が増えることを防ぐため、親子関係の確認を厳格化する方針を固めたと、これが火曜日の夕刊でございます私ははここうした方針自体は大変に結構なととであると思います。 で、その後にですね。関係を証明する書類や写真を法務局に提出するよう求める考えで、年内にも奨励改正や法務局への通達を行う方向だと、えー、記述されております。森さん、こうした動きはご存知でいらっしゃいますね。森法務大臣はい、あの承知しております。田中康夫君。 でえこの記事の中では参議院のへの慎重審議を求める声もあるため法務省もできる限りの偽装認知防止策を取ることにしたというわけでございますでこれはです、ね、具体的に法務局に子どもの戸籍取得届を提出する際父親の戸籍謄本や両親と子どもが一緒に写った写真などの添付を求める方針とえ戸籍の住所や写真を両親 両親が知り合う機会の有無や子どもが幼い頃から一緒にいたかどうか等を判断する材料にしたいというふうに報じられておりますで今はデジタルな時代でございます一般の方々でもですね写真はです、ね、容易にさまざまな編集ができるもう皆様ご存じのとおりでございますでこうしたことを法をね、法を司る法務省がですね情念や情緒のようなお話をなさっていると いうことは私は大変にですね憂うべきことではないかというふうに思いますでこれは先ほどの金正ジョンウィル、えー、領主様にお使いする方々の写真またはそれとですね同様のですね頭の中の思考回路に法務省は残念ながらなってはいないかということですで、えー、こうした点でですね この後の記事はですね、DNA 鑑定を義務付けるべきだとの意見も出たが、法務局の窓口で鑑定の信用性を判断するのは難しい上母親が外国人の場合だけ鑑定を求めるのは差別につながるという指摘もあると、私は読売新聞の記事ではなく、思わず人権を声高に語る浅日新聞の記事かと勘違いしちゃったわけでございますけれども、つまり、窓口で写真の信用性を判断するのは簡単であると。 いうふうに書いてございます。で、DNA の鑑定というのは逆に難しいと言ってるわけですが、森さん、このご認識でよろしいございますね。森法務大臣、あの、その、うん、窓口でですね、その判断をするのは、あの、何もその写真だけじゃなくてですね、総合的に判断するわけでございます。で、先ほどのその三人殺傷した人を DNA で、まあ、あの。 そのうん立証したところ犯罪者をですね DNA でその鑑定して立証したんでございまして、でそれは確かに悪い人もいるかもしれないけれども、基本的に新たな日本人を日本国に迎えるにあたって、ですねその犯罪を立証するときと同じようにその DNA 鑑定をあの付与するということは、ですね私、あまり芳しいことじゃないと思います。田中康夫君森さんね DNA 鑑定は犯罪の捜査の場合には適するけれどもこうした国籍の問題また婚姻をしていない場合でございますこの最高裁の事例の場合にはですね家族を大事にということを自由民主党をはじめとする方々はおっしゃっています私も家族が大事だと思っていますしかし今回の事例はですね最高裁で扱われたあるいは同様のことを求めている方々がですね 家族としての婚姻関係はしないけれども認知だけは認めさせろよというお話なんでございますここをですねあの誤解なきようにいただきたいそしてその上でですねなぜ DNA 鑑定を私が求めるのか今森さんは犯罪者を挙げるためならば許される私は違うと思うんです仮にですねもうあろうこと とんでもない事件を引き落としたものしかしそのそういうふうに供述しているものがですね嘘をついているかもしれない DNA 鑑定をするのは冤罪を防ぐために犯罪捜査の場合にも行っているのですとするならば国籍を付与するかしないかという場合においてもですねまさに法の狭間にいるですね罪なき子どもあるいはその 周囲のものがですね冤罪に、冤罪のような不幸に巻き込まれない、悲劇に巻き込まれないために DNA 鑑定が必要だということでございます。お手元に、えー、の資料の中にです、ね、えー、各国で,ですで、ね、に DNA 鑑定をしているのがございます。これはです、ねえー、ヨーロッパ各国、ヨーロッパ11か国でございます。 調査をいたしましたのは、こちらに記してございますようにです、ね国会図書国立、国会図書館の調査の部門が行ったことでございます。で、こ,これをご覧いただきますとです、ね、11カ国ではです、ね、皆、イギリス、デンマーク、ノルウェー、オランダ、フィンランド、ベルギー、ドイツ、イタリア、スウェーデン、オーストリア、フランス、DNA 鑑定というものをです、ね、実施をしているわけでございます。 でこの場合、フランスの場合にはです、ね、議会の側からこれは憲法違反ではないかという形の話が出ましたけれども最後のところにも書いてございますようにです、ね、付託された憲法院で合計判断というものが出ております先ほど民事局長はです、ね、その DNA 鑑定が正確なものであるのかどうかわからないと言いましたが。 これはアホなお話でございまして、例えばベルギーならば、エラスムス研究所という歴史的な研究所、あるいはスウェーデンの場合は国立法医学研究所、イギリスは政府から権限を付与された研究機関、こうしたところをですね法律できちんと定めて、省令においてですね、しかしまず法律を定める、その上で省令等で,ですねこうした具体的規定をしております、10万円かかると言っておりますが、ほとんどの国は申請者負担、あるいは国の負担もございます。 あるいは申請者負担で,です、ね、ひとたびきちんと DNA 鑑定で認められた場合には、そのお金はきちんと戻すという形にもなっているわけでございます。実際には日本の最高裁判所においてもです、ね、認知訴訟における DNA 鑑定、これは訴訟上の正式の鑑定をです、ね、認知訴訟でございます。実施している時例は、すでに3割近くもございますし、 当事者が任意で実施をしたです、ね、鑑定結果等が証拠として提出をされると、えー、この事件等も含めますとかなり多くのです、ね、認知の訴訟事件において DNA 鑑定はです、ね、資料として採用されているわけですこれは今回の問題が違憲であると述べた最高裁判所もです、ね、冤罪という不幸や悲劇を防ぐために DNA 鑑定を用いているということであります。ですから 今回の判決に DNA 関係をしなさいというような文章がついてなかったからそれは入れなかったというようなですね弁明が仮にあるとするならばそれこそは視野狭作なですね法律を作成をしていくということに私はなると思います実はもう1つこちらはあの最後に資料をつけました闇の子どもたちという映画でございます 桑田佳祐さんが音楽を担当しまして宮崎あおいさん江口洋介さん、えー、妻夫木聡さんが出演をされました原作はヤン・ソギルさんで、えー、そして監督は坂本淳二さんです8月に公開された映画でございますでこれはですね「えー、幼女売買春」 臓器密売の知られざる闇が今明らかになる、値札のついた命というように、ここのポスターにも書いてございます、私も鑑賞いたしましたが、この中では使われているのは、ペトフィリアと呼ばれるです、ね、小児性愛の被害者、犠牲者の東南アジアの子どもたちを描くものでございます。でこの、この中では日本、あるいは欧米の人たちがですね、こうした東南アジアの子どもを買い求める、そして国に連れていくと。 いいうようよな形がございますその中にはそれをです、ね、養子縁組という形ではなくです、ね、婚姻もせずにです、ね、あるいは日本の場合にはアジアの方々の顔とです、ね、似通った相棒の方もおりますこうした中でこうした子どもたちがです、ね、新たなです、ね、奈落の底に落とされるようなです、ね、幼児性愛の対象となるようなことを私たちは法治国家の一員として防がねばならないと思っております。で その意味においてです、ね、私はやはり、従来のひとたび決めたというようなことのメンツにこだわってはいけないと思っております。私があの、えー、1月31日の予算委員会で、輸血、血剤に関してのウイルス感染対策の不活化技術の導入というものを提唱し、当時の福田康夫さんが早急にあの行うべきであるということで、厚生労働省が動くようになりましたの転ばぬ先の杖ということです。 あるいは今、社会で大きく問題になっているのは、自己前をはじめとするさまざまな偽装は、転ばぬ先の杖のシステムをきちんと作らず、そして現地機関の人たちにその認知の部分の仕事を押し付けるというような形はリーダーシップではありません、すなわち今のばらまき行政でお金を配って、市町村の現場で判断してくださいと言っているのと同じ、丸投げのような、談合のような話でございます。 ですから私が田崎信也さんというソムリアの方と一緒にですね原産地故障管理制度というようなですね農作物やですねあの農産加工品の日本酒や米やワインや焼酎等のですね生産表示あ情報開示と品質評価の客観的具体的制度化をしたのもそうしたことです森さんにもう一度お伺いをしたいと思いますが、えー、ヨーロッパの国が優れているということではなくてこのようにですね 新たな法律の狭間に子どもを奈落の底に落とさないためのですね具体的制度というものの中で、DNA 鑑定制度を明記をする、修正をするお考えがあられるかどうか、お聞きしたいと思います森法務大臣。DNA 鑑定については、先ほど、私の意見を申し上げた、私のというか、ですね、えー、法務大臣としての考え方を申し上げたところでございます。でまあの いずれにしてもです、ねあの、そういったさまざまな問題も、まあ、起こりうるということで,です、ね、そういったことがないようにです、ね、えー、その関係部門を特例いたしまして、しっかりとしたその調査をです、ね、個別にするように指示をいたします。 ししかし先ほど白さんもおっしゃったようにです、ね、指紋に関してはプライバシー侵害ではなくて DNA はプライバシー侵害だというのは,これはダブルスタンダード二枚舌であるということで法治国家というものへの信頼感をです、ね、著しく損ねることに私はなると思います。 いずれにいたしましてもです、ね、私は国立国会図書館の意欲あるメンバーの調査データもです、ね、踏まえた上でです、ね、私たちはです、ね、今回のこの法律というものをです、ね、第3条、第2項のところにです、ね、以下のような文面を追加すべきと考えております。すなわち、全項の規定による届出には父または母が認知したこと、当該父または母との間の親子関係の存在について、 法務大臣の指定するものが、人の個体のデオキシリボ核酸、これが DNA でございます、の塩素配列の特徴により鑑定した経過、および結果を記載した書面を添付しなければならない。これは繰り返しますが、ひとたび閣議決定の手続きを踏んだ事柄とってですね、至らなさを改めるにしくいはありません。ひとたび動き出したならば、もはや止められない、変えられないでは、これは諫早湾の悲劇や戦争の悲劇と同じでございます。 長田や霞が関という村社会のメンツを超えてですね私たちはですねあの至らなさをあたるにしくはないでなければ私は一体何のための政治かと森さん思うわけでございます僭越ながらですね私は真のこうした手続き民主主義ではなく成果民主主義を勝ち取るべく私が発議者としてただいま読み上げたですね修正の実現に必要な10名の賛同者を求めたくですね えー、お声がけをさせていただいております、すでに心ある複数名の参議院議員から賛同者としての署名をですね、頂戴するに至っております、幸いにしてです、ね、国民新党代表代行の亀井静香さんからも、また民主党幹事長の鳩山幸夫さんからも、ぜひともいささか形骸つつ化しつつある良識の府参議院で、法案修正を勝ち取って衆議院に差し戻してほしいと、私、昨日じかじかに、時か時かにです、ね、激励を受けました。 効果不効か、いや、これは幸いにしてたと私は思いますが、民主党では今国会、この今改正案を、役員会での議論を経ていないと、このように聞いております。つまり、真の国民益を創出するに上ではでは、私たちはですね言葉ロゴスというものを駆使して、口論するべく全国各地から選び出された一人一人でございます。こうした私は、決断を成し得てこそ、国権の最高機関にして唯一の立法機関と。 日本国憲法で謳わられる国民の負託に応える考える足が集う国会足りうるのではないかとこのように考えております。ねじれたピサッとは世界遺産にはなりますが目先の誘惑に惑わされての形成、城が傾くは国家を滅ぼすわけでございます。往々にして境外化しつつ しがちなですね手続き民主主義の末にねじれた中身の法律が成立したならそれこそは匿名性に守られた官僚政治が長領ばっこする官僚統治の完治という弊害であろうかと思います私はよりよき成果をですねバイネーム自分の名前を的確な認識迅速な決断明確な責任を持ってですね国会議員が集うそうした危害と行動を生み出してこそ真の民主主義と呼びうる民地の社会が実現すると思っております ぜひともですね、ご賛同いただける参議院議員の処刑、処死が一人でも多からんことを願うところでございます。そしてですね、まさに今、この瞬間もですね、この質疑を固唾を飲んで見守ってくださっている、おかしいことは一緒に変えていこうそういう思いのあられるですね、全国の皆さんと一緒に信じられる日本をですね、形作るべくですね、私はぜひともこの法律案、これは本当に後世のみならず、現世においてもですね、 大変な感化し援ぬですね闇の底へと子どもたちを追い落とす法案であると考えております。是非とも DNA 鑑定制度のですね、えー、導入ということをですね明文化をする修正がですねこの良識のふうにおいて実現することを願って私田中康之の質疑を終わります。ありがとうございます。